はい、皆さんこんにちは、増山です。今日はですね、今年初めて言いますかね、正月過ぎに、刈り取ってきましたね、シノブイの材料になりますシノダケですね。これをですね、切断をして、我が家のですね、車庫の壁にですね、このようにですね、すだれのような感じにね、編みましてね、そして乾燥させているわけなんですけどね、はい、ご覧いただいていると思います。だいたいですね、シノブイの材料ですからね、長さはそうですね、だいたいもう50センチ以上のものをね、私は目安に、取ってくるわけなんですけども、そう長いものをね、55センチぐらい、そのぐらいの長さがあります。あるいは太さに関してもですね、長いものでやってもね、そうですね、これ21ミリから22ミリ、そのぐらいですね。これらを、あるのが標準的と思っておりますけどね。さらにこちらにはですね、少し細くなるっていうかね、あと細いものもありますけれども、長さは50センチから55センチぐらいがほとんどですね。で、太さは、だいたいですね、20ミリ、ね、20ミリ前後ということになってきますけどね。はい。それらはね、20ミリといえば、やっぱし、標準的かなと思いますけども、ほとんどね、8本、7本、6本ぐらいであれば、21、2ミリ、そのぐらいですね、太いものであってもね、はい。それからですね、さらにね、長いものというかね、3本上子とかね、あれは2本、そのぐらいになりますが、このぐらいの長さといいますかね、でも長さは大体ね、これでやっても50とか、55センチ近くあります。そうなるとね、太さの方も少し、太くなるといいますかね、これらでいくらでしょうかね、そうですね、太いの、これ出すテストね、24ミリぐらい、そのぐらいの太さになってしまいますけどね、はい。これで缶尻のところに行って、缶尻のところで21ミリぐらいですね。こういったことが目安になってきますけどね、はい。そんなことで、だいぶね、色の方もこう抜けてきましたので、これからですね、これをため直しでね、ため直しをしていきたいと思っておりますけどね、はい。はい、こういったことで紹介しておりますけどね、これらもですね、結構長いように見ますけどね、これでやはり、このぐらい、このぐらいの長さですね、これであれば、そうですね、このぐらいの長さであればですね、そうですね、ちょっと測ってみますけども、はい、57センチ、ね、長さそのぐらいあります。なかなかね、60センチとなるとね、結構太さも出てくるんですね。で、これらで言えば、この丈はまだ21ミリぐらい、ちょっと細いですけどね、細いもので、57センチぐらいということなんですけども、6本、そうですね、太いものでね、このぐらいかな、これぐらいでやって、これもですね、だいたい57センチから8センチぐらい、60センチにはちょっと足りないですけどね、このぐらいになりますと、やはりですね、23ミリぐらいですね、はい。ですからね、シノブイはね、いくら太くてもね、だいたい25ミリぐらいなんですね、このね、田口の周りのところでね。で、缶尻に行くと、だいたい21ミリとか22ミリ、そのぐらいですね、
そういったことを目安にして、取ってくるわけ、まあ取ってくるといいますね、刈り取ってくるわけなんですけども、こういった種のだけはですね、私はあの福島県は南相馬市、まあ、太平洋側といいますかね、海沿い、まあ、直線距離で海まで、そうですね、3キロぐらいはあるんですけどね、で私のすぐ家のそばにはありませんので、まあ、海岸近く100メーターあるかないかぐらいの距離のところに、まあ、1箇所とかね、こういった忍びになるような長いね、あの石棺の長い、竹が、ね、いることができるんですけども、ほとんどはね、まあ、40センチから余りぐらい、あるいは40センチないかね、そのぐらいなんですね。ですからなかなか忍びの材料になる竹っていうのはないんですけどね、まあ幸いにして1箇所だけこういったものがありますので、今年もですね、約200本、300本近くなりますかね、そういうのがね、刈り取ってきましたね、これは別にお金がかからない、ただでね、ある方の紹介で、まあ自由にね、持ってってついでにあの竹やぶの方もね、あの整理してくださいなんて言われますけどね、まあ、そこまでは行きませんけどね、まあ、そんなことで、無償で提供いただいておりますのでね、はい、ですので、まあ、今のところね、こういった材料には浮上しません、でこれからですね、梅雨の時期に入ったらね、少し涼しいような時にこれをあのため直しといってね、あのまあ、ガスコンロを使うわけでね、ガスでちょっと炙ってね、そして竹を柔らかくするというかね、竹そのものはね、あの熱すられると柔らかくなる特徴がありますので、ね、そしてため直しをするということになりますけどね、まあ、それを兼ねながら、まあ、油抜きなどもしながらやっていくわけなんですけどね、あとはね、このようにしてね、あの、私の場合はもう切断をしてやってますけどね、これ切断をして、この節はね、抜いとくんですね。これを抜いて、そのままね、置きますとね、竹っていうのはこのね、節のところが割れるんですね。節のところが割れてきますので、ここが硬いわけですから、ここで、まあ、寒暖の差というかね、急激に、あの熱が加えられたりですかね、あるいは、なんか水分が蒸発するとね、割れてしまうということがありますけども、まあ、このようにしておけば、ほとんど、もう割れることはないんですね。さらに、まあ、そうですね、ため直しが終われば、いぶしをやるわけなんですけどね、まあ、すすだけにするためにですね、そうなると、そこで、まあ、やはり高熱の煙でいぶされますと、そうですね、まあ、1割までもいきませんけどね、その中で割れるものがあります。まあ、そこで生き残ったものを使用して、まあ、忍びを作っているということになります。はい、まあ、そんなことで今回はですね、こういった、あと3年後に、ね、使う、ね、忍びの材料になる忍竹について紹介しました。はい、今回も、ね、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。